はい、それではですね、消化総量平均の関係について説明していきたいと思います。具体的な問題を解きながら考えていきます。その問題をまず見ますと、A、B を正の数とする。括弧 A プラス1括弧閉じる B イコール9の時、R イコール A プラス2プラス B の最小値を求めよ。また、R が最小になる時の A の値を求めよ。この問題を見ただけで、どんな解法が適当かというのはまだわからないと思います。R が最小になる時の A の値を求めようというのがちょっとしたヒントなんですけれども、B のことについては書いてないんですね。ですから B という文字は消去してしまうとですね、R と A について考えることができる。少し式変形をした後で、どんな解法がいいかというのは、途中で考えればいいと思います。ところで注意に書いておきましたが、この問題は特別にうまい解法があります。うまい解法というのは、相加平均と相乗平均の関係を使うんですね。このプリントでは、相加平均と相乗平均の不等式という言葉遣いで説明しています。しかし、その解法を思いつかなくても解けます。うまい解法と3通りの普通の解法を考えてください。3通りの普通の解法というのはですね、二次関数と捉えて、二次関数のグラフを書いて解く方法。それが一つ目です。二つ目はですね、平方完成という式変形をして、実数の二乗、大なりイコール0という性質を使う方法です。三つ目の方法はちょっと難しいんですが、二次方程式が実数解を持つという条件から、判別式 D、大なりイコール0という、を使う方法です。どんな方法でもいいんですけれども、とりあえず、ちょっと解いてみるのがおすすめです。はい、それでは解説していきます。別に解けていなくても、全く問題ありません。そういう問題なのかっていうふうに見ていただくだけで十分です。そこにも答えを書いてしまいました。A イコール2のとき、最小値7を取るですね。ところで、うまい解法を含めて全部で4つ解法があると言いましたが、どんな解法を取るにしてもまずしなければいけないことがあります。で、解説として書きましたが、どのような解法を用いて最小値を求めるにしても、まず条件式を使って片方の文字を消去する必要があります。どちらを消去してもいいんです、実は。でも、問題文の中にですね、R が最小になるときの A の値を求めよう。A のことについて後で計算しなければいけない。と分かっているので、B を消去した方がですね、問題を解くときの流れとしてはいいと思います。ぜひ B を消去してください。それでうまい解法なんですが、まず今言った B を消去する計算から、括弧 A プラス1括弧閉じる B イコール9、これを1番と置きましょう。最小値を求めなければいけない式、R イコール A プラス2プラス B、これを2番と置きます。1番の式を変形して、式変形して、B について解くというんですが、B イコールの形に変形するんですね。これはもう簡単で、両辺を A プラス1で割るだけですが、B イコール A プラス1分の9、…3 としました。この3の式を2番の式に代入して、B という文字を消去してしまいます。消去すると言っても、代入するだけですが、すると R イコール A プラス2、プラス A プラス1分の9、…4 ですね。で、4番の式の最小値を求めなければいけない。はい、ちょっとやり方がね、わからない人にとってはここから先なかなか進まないと思うんですが、その次ちょっと説明を書きましたら、数学的に説明するとっていうような感じですね。 A プラス2の部分は一次関数ですね。 A プラス1分の9は、分数関数と言います。分数関数という言葉知らなくても大丈夫ですが、よければ分数関数とは何かということをちょっと調べてみてほしいんです。さて、その次ですね、問題をもう一度読むと、 A は正の数です。 A 大なり0ですね。というわけで、最小値を求めなければいけない4番の式をもう一度見ると、 A プラス2の部分はプラスですよね。 A がプラスなんだから2を足してもプラス、 A プラス1分の9もプラスです。分母の A プラス1がですね、プラスだからプラス分の9でプラスということで、正の数と正の数の和なんですね、4番の式は。ということで、正の数と正の数の和の最小値を求めなさいって言われたときに、練習は必要かと思うんですが、相加平均と相乗平均の不等式を使うと簡単にできることがある。 100% ではありませんよ。簡単にできることがあるというのをですね、覚えておいてほしいんです。で、相加平均と相乗平均の不等式を使えば、簡単に最小値を求めることができます。この問題に関しての話ですよ。いつでもいつでも相加平均と相乗平均の不等式を使えば、簡単に最小値を求めることができるというわけではなくて、この問題に関してはです。ところで、その相加平均と相乗平均の不等式自体を皆さん知っていますか？ということで、いろんな参考書とかに載っている説明を、そのまま書いてみました。M 大なりイコール0。M 大なりイコール0の時。参考書には実は正の数ではなくて、正または0ということですね。正の数または0の時です。大なりイコールが入っていますが、現実問題としてはイコールのことをほとんど考えませんので、正の数と正の数の和なんです。で、2分の M プラス N、大なりイコールルート MN というのが、今問題になっている相加平均と相乗平均の不等式です。左辺の2分の M プラス N というのは足して2で割ってますよね。いわゆる平均なんですが、小学生以来ね、平均っていうと、足して、何かその数字で割るというのは平均だと思うんです。だから、相加平均というのは、普段使っている平均のことです。だから、M と N の平均って言われたら、M プラス N を2で割るだけの話ですね。ところで、上に書いてあるルート MN というのは、これは知らないうちに皆さん勉強したことになってしまっているのですが、MN というのは掛け算のことですよね。掛け算のことを乗法と言ったりしますよね。相乗というのはお互いに掛けた、MN を掛けたという意味です。その平均を取るというのは、ルートを考えることなんです。ですから、ルート MN。相乗平均というのはですね、ここだけでいきなり出てくるわけのわからない言葉なんですが、例えば M と N の相乗平均と言われたら、ルート MN。これぜひ覚えてください。このままの形でももちろん正しいんですが、答案の中で使うときはほとんどの場合、M プラス N、大なりイコール2倍のルート MN。左辺の分母の2がですね、処理しにくいので、そのままでは処理しにくいので、両辺に2をかけて、M プラス N、大なりイコール2倍の、ルート MN。この形で覚えておいてください。統合成立はですね、M イコール N の時です。そこに注意を書いたんですが、闇雲に使ってもうまく計算できません。相加平均と相乗平均の不等式を使って、うまく問題が解けるための条件として、ルート MN の部分が簡単になるように、事前の準備が必要なんです。簡単になるというのは、ルート MN の
中でですね、ルート MM のルートの中の文字が消えてなくなってくれることです。で、どんな事前の準備が必要ですか、いかがでしょう。はい、それではその事前の準備について少し説明をします。もう一度 R イコール A プラス2プラス A プラス1分の9点点点4ですね。分母の、分数関数の分母を見ますと A プラス1ですよね。その A プラス1のところがですね、相加平均と相乗平均の不等式を使ったときに消えてなくなってくれないと困るんです。 A が残っては最小値わかりませんのでね。ということで A プラス2の部分を2つに分けます。 A プラス1と1に分けるんです。で、それ5番に書きました。 R イコール A プラス1プラス A プラス1分の9プラス1、これ4よりとか書きました。4を式変形してとか、そういう説明でもいいんですが、で、4から5への式変形は必然ではありません。つまり必ず4を変形したら5になるとか、そんなこと一切ないんですよね。自分で勝手に式変形しています。相加平均と相乗平均の不等式とは M ダイナリイコール0、N ダイナリイコール0の時 M プラス N ダイナリイコール2ルート MN のことなんですが、これを使うための準備です。ルート MN の部分が簡単にならなければ使う意味がありません。ということで、分数の方に注目して、分母の A プラス1が最終的に消えるためには、それは N のような感覚なんです。M に相当する部分が A プラス1であればいいんですよね。ということで計算続けていきますと、さて5番の式において、A 大なり0より、A プラス1大なり0、A プラス1分の9も大なり0、両方ともプラスの数であると分かっています。ですから相加平均と相乗平均の不等式が成り立ちます。したがって、R イコール A プラス1プラス A プラス1分の9プラス1。この最後のプラス1はずっとそのまま残しておいていいんです。で、前の A プラス1の部分と A プラス1分の9の部分で相加平均と相乗平均の不等式を当てはめていきますと、大なりイコール2倍のルート。中身は A プラス1と A プラス1分の9。で、そこのルートの中身はおしまいで、外にあったプラス1はそのまま書いておきます。ルートの中を計算しますと、うまい具合に A プラス1同士が約分できてなくなってしまう。ということで、イコール2ルート9プラス1ですね。ルート9、3ですから、イコール 2×3 プラス1イコール7。ということで、R を式変形していくと最後、大なりイコール7になります。つまり、最小値7と分かったわけです。なお、統合成立条件は、これは相加平均と相乗平均の不等式の性質として、その2つのね、足したりかけたりしたような2つの式がイコールの時、統合成立します。今の場合でしたら、A プラス1と A プラス1分の9が等しい。これちょっと計算していくんですね。で、A プラス1を両辺にかけて、A プラス1カッコの2乗イコール9。左辺を展開して、右辺の9もですね、左辺に移行して、定数の計算します。A の2乗プラス 2A マイナス8イコール0。因数分解できます。A プラス4と A マイナスで因数分解できます。この後ですね、書き方が2つありまして、A イコールマイナス4または2と書いた後、A 大なり0という条件があるから、片方の答えは、不適切やと。で、A イコール2と、もうゆっくり書いてもいいんですが、ちょっと行数を、ちょっと少なくするために、そこはもう頭の中で考えたら、A はマイナス4か2なんだけど、元々の条件で、A 大なり0と分かっていたから片方だけ書きました。 A イコール2です。なんかいきなりですね、 A 大なり0と書いてあると違和感を覚える人いるかもしれませんが、それは単なるテクニックなのでどちらでも構いません。 A 大なり0より A イコール2、または A イコールマイナス4または2と書いた後で、でも条件を見たら A 大なり0だから、まあ、A は2と。で、ちなみにこの時、これは問題で聞かれていないんですけれども、気になるので私が計算してみました。ちなみにこの時 B イコール A プラス1分の9の、A のところにですね、2を代入してみます。ちょっと B を計算したら3、したがって最終的な答えなんですが、したがって R の最小値は9であり、あ、間違えました、 R の最小値は7であり、R は最初の時、A イコール2である。ちなみに B イコール3です。ちなみには私が勝手に計算しただけで全然意味ないです。はい、相加平均と相乗平均の不等式を使う解法も終わってしまったんですが、あれだけを何回練習しても実はマスターしたことにならないんですね。それで相加平均と相乗平均の不等式を使わなければこの問題は解けないのかということをじっくり考えていきたいと思います。で、普通の解法その1ですね。ここからが本当の数学の勉強なんです。うまい解法とは相加平均と相乗平均の不等式を用いた解法なのですが、模範解答にはその必要性についての説明はありません。そこで相加平均と相乗平均の不等式に頼らず最小値を求めてみます。もちろん大変なんですよ。簡単にできません。でもやってみる価値があります。まず一般的な解法についての説明。はい、例えばですね、これ例えば他の問題になってしまうんですが、もう少し簡単な問題で一般的な解法の説明をしてみるんですが、 2x の2乗マイナス 3x プラス1の最小値を求めようという問題があったとします。これをグラフを用いて解くとしますと、自分で勝手に y イコールと置いて、 y イコール 2x の2乗マイナス 3x プラス1、これをですね、二次関数のグラフを書くことになるので、二次関数の標準形というのに式変形するんですね。2括弧の x マイナス4分の3括弧の2乗マイナス8分の1のように式変形できます。このように標準形に変形しますと、その標準形を見るだけで、グラフのおおよその形が分かってきます。グラフは下に凸の放物線で、x の2乗の係数がプラスだったら下に凸の放物線なんですが、その次頂点の座標は4分の3、マイナス8分の1というふうに読み取ることができます。本当はグラフ書いた方がいいんですけども、グラフ書いたとして、x イコール4分の3の時、最小値マイナス8分の1を取るというふうに解くことができます。で、これがグラフを用いた二次関数の場合なんですが、最小値を求める方法。このグラフを用いた方法がですね、解法が本文でも有効であるとすると、最終的な答えも分かっています。A イコール2の時最小値7でしたよね。グラフは放物線ではないものの、逃しをつけてますが、下に凸の曲線で、放物線ではないんですが、多分曲線なんだろうということで、頂点ではないものの、点27を通るはずなんですね。そこで、本文でもグラフを書いてみるんです。このグラフを書くという作業はですね、ひょっとして限界を越しているかもしれませんが、ちょっと練習として見てください。で、最初のやり方は実は全く同じですよね。1番とか2番とか置きまして、1番から B イコールという式変形しまして、
2番の式に代入して B を消去して4番ができました。これ先ほど全く一緒です。その時4より式変形してますが、はい、式変形してまして、R イコール A プラス1プラス A プラス1分の9プラス1として、本当はこの式変形あまり意味ないんですが、先ほど同じ問題を解いているというのをですね、分かっていただきたくて、まあ、そういう式変形にしてみました。で、まず R イコール A プラス1、これ5番とします。R イコール A プラス1分の9、これ6番にしまして、2つ別々のグラフを考えます。5番と6番、別々のグラフを考えます。別々のグラフを考えた後で、その2つのグラフを合成して、R イコール A プラス1プラス A プラス1分の9のグラフを書きます。このグラフのを書く練習多分高校であまりしてないと思うので、ちょっと違和感あるかもしれませんが、とりあえず5番のグラフと6番のグラフを書いてみてほしいんですね。はい、グラフ書けましたでしょうか。グラフに弱い人はまあとりあえず説明聞いてください。R イコール A プラス1のグラフはですね、横軸に A、縦軸に R を取ると、ですから頭の中ではですね、 Y イコール X プラス1のつもりで横軸に A、縦軸に Y を取った、座標軸の中でですね、考えればいいんですが、そうですね、1次関数ですから、縦軸のメモリ1のところから傾き1の直線を書けばいいんですよね。ただし A 大なり0なので、まあ、第一象限だけ書けばいいんです。厳密に言うと A 大なり0ですから、縦の R 軸上の点は含まれないはずなんですけれども、まあ、書いてしまってます。申し訳ありません。R イコール A プラス1。それ5番です。6番の R イコール A プラス1分の9というのはですね、分母のプラス1がなければ反比例のグラフですよね。反比例のグラフなんです。で、A ではなくて A プラス1というのは、まあ、A は横軸なんですが、横軸方向にマイナス1平行移動したグラフなんです。だから頭の中では、Y イコール X 分の9という反比例のグラフを書くんですけども、それを左の方向に1だけ平行移動する。あとですね、A が0の時のことを考えると1分の9ですから、縦軸のメモリでいうと9のところを通っています。はい、そこも厳密にはですね、縦軸の点は含まれていませんが、もうそのまま入れています。さて、7番ですが、その5番と6番のグラフを合成すると今言いましたけれども、A のメモリをですね、いろいろ変えながら、R のメモリはいくつになるかというのを考えていくだけなんです。わかりやすい点が2つありまして、A が0、つまり R 軸上の点でいうと、5番のグラフはメモリ1で、6番のグラフはメモリ9ですよね。2つ足したらメモリ10のところに来ます。ですから、合成したグラフはですね、縦軸のメモリでいうと10のところを通ることになります。もう一つ分かりやすいところがあって、A が2の時ですね、5番のグラフは3です。実は6番のグラフも3なんですね。ということで、A が2の時、R は、立ちして6ですね。だから2と6、まあ、X 座標とか Y 座標ではないので言いにくいんですけども、2、6の点を通ります。あとはですね、ちょっと感覚的に処理するぐらいでいいんですけれども、だんだん上の方に上がっていってます。そこまでちょっと分かりにくいでしょうか。ついでにもその次言っちゃいますと、左のグラフで書いてある7番をですね、右のグラフにちょっと移し替えました。メモリの位置が微妙に違うので、なんか変なことになってますけど、4のグラフは元の式で、R イコール A プラス2プラス A プラス1分の9ですよね。7と、4番、7番と4番何が違うか、A プラス1と A プラス2で数字は少し違うだけです。これ1と2だったら2の方が大きいわけで、縦軸方向に1平行移動すればよい。ですから、通る点で確認しますと、A が0の時、R が10なんですが、それを11に。A が2の時、R は6なんですが、それを7に。で、その後ずーっと同じように平行移動しておしまいです。今の説明ですね、少し難しかったと思うので、文字で書いておきました。もう一度だから説明しますね。R イコール A プラス1、5番の式はですね、1次関数で、グラフは直線、点01と点23を通る。しつこく言いますが、点01は本当は含まれていませんが、まあ、グラフ書くときのテクニックとしてその点01も考えましょう。R イコール A プラス1分の9、6番は分数関数で、グラフは双曲線、点09と点23を通るです。5番のグラフと6番のグラフの交点が点23。これは計算でももちろんできますし、実は A イコール2の時ですね、最小値を取るというのはもうあらかじめ分かってますから、A が2の時はですね、特別な点を通っているんです。ということで2つ計算してみると、両方とも3だったんですよ。で、R イコール A プラス1プラス A プラス1分の9、7番のグラフは、5番と6番を加えたもので、点で言うと0、10と2、6を通ります。で、その後、ちょっと数学的に説明してますが、点01から点26までは単調に減少し、点26を超えると単調に増加します。この単調減少とか単調増加という言葉がですね、グラフを書くときには時々出てきてしまうんです。ぜひちょっと自分で調べておいてください。まあ、ありていに言うと、今、XY じゃないので、もう XY、座標で言いますと、X が増えるたびごとに Y が減少すると単調減少といって、X が増えるたびごとに Y が増加する場合、単調増加っていうんです。今、R とか A とか文字が違うので、ややこしく感じるかもしれませんけれども、そういうことです。さて、R イコール A プラス2プラス A プラス1分の9。これは、本来書かなければいけないグラフの元の式なんですが、これは7番の式をですね、まあ、グラフを縦軸方向に1だけ平行移動したもので、通る点2つを確認しますと、点011と点27ですね。で、同じく単調減少、単調増加です。で、数学の答案としては、上のグラフを書いておいて、グラフ書くんですね。グラフ書いておいて、グラフより、R イコール A プラス2プラス B イコール A プラス2プラス A プラス1分の9の最小値は7であり、R が最小の時 A イコール2であると書くだけでもいいんです。まあ、グラフをちゃんと書けば、それだけでも、答案としては十分です。注意としてですね、グラフの合成を使ったのですが、そんなこと知らないから困りますよね。実は、センター試験の解説本を読んでみると、いきなりこのグラフの合成が出てきています。高校でやってない人ちょっと困ると思うんです。ただ、グラフを書けば問題は解けるんだということを分かっていただければ、自分でグラフ今書けなくても、まあ、いいと思います。とりあえず OK ということで。